皆さんこんにちは、俳優の豊田真帆です。私は今宇都宮に来てます。今から餃子を食べたいと思います。そしてスペシャルゲストです。どうもモデルの前田のり子ちゃんです。宇都宮までついてきました。宇都宮で、畑に行ったり餃子食べたりいろんなことをしたいと思います。お友達のりゅうたくんのところを頼って畑にやってまいりましたので、はい、今これからはみんなでランチです、はい、では行ってみよう。さて来ましたよ。これは何？これ味噌。それは野菜味噌。野菜味噌、うん、はい。そしてこれはチャーハン。チャーハン、ね、チャーハンのスープ。で他に4人で分けるんですけど、うんうん、あんかけラーメンと餃子2枚、はい、まだこれから来ます。じゃあ分けます。はい、お願いします。なっちゃん分けてください。餃子が来ました。すごい、食べるでしょ。ラーメン食べてます。ラーメン食べる食べる途中です。ラーメン餃子よ今日は、ね。私、お酢と胡椒と、からしはない時は、醤油で食べるけど、でも胡椒も美味しいよね。美味しい。皮が美味しそうじゃない？周りのね、お砂糖の皮も取れます。パリパリの。ちゃんと説明。これはね、お昼だからだけど、ビールに合う。うん、ね。これね、ビールとか。これからさ、働くからさ。ビール飲んでらんないよ。らんないからね。餃子です。おいしい。美味しいね。今から皮しか食べない。リップとかだよ、やるの。リップとかこうアイシャドウとかこうやるの。餃子ほぼ4人だけど、4人で、まあでもみんなでシェアしましたので、うん、ほとんど完食でございます。チャーハンも美味しかった。ラーメンも美味しかった。さてさて、今宇都宮ベースのアジトに来ております。はい、リュウタ、メンバーのリュウタくん。こんにちは。こんにちは。レオです。レオくん、よろしくお願いします。そして石田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとのりくん。はい、どうも、はじめまして、渡辺です。よろしくお願いします。のりくんは宇都宮でとても有名な、いやいや、少しだけバスケット、バスケット、はい、バスケットの宇都宮ブレックスという、はい、B リーグのチームに所属しております、はい、大人気で、はい、ありがとうございます。で、今農業もやっていて、ね、はい、はい、じゃあちょっといろいろご紹介したいと思います。宇都宮ベースのはい、ノリツ、はい、ノリツいます。そしてここにすごい段ボールがあるんだけど、これから何かお野菜入れて出荷するんですか？今宇都宮ベースで、はい、野菜定期便っていうのをやっていまして、はい、毎月15と25のつく日にそれぞれ送ってるんですけど、うんうん、はい、今回は今日15日なので、はい、野菜定期便のコースが分けられて、そのコースの型の32個ですね。今野菜ボックス作っていて、本日収穫したお野菜。すごい新鮮お野菜。植えたて野菜。これなんだ？これ水菜です。水菜。はい、こっちは？これスイスチャードっていうフランス草の仲間で、ほうれん草と、はい、入れています。おしゃれ。でこの水菜で、水菜。あとは株です、ね。株だ。でこれを僕と渡辺で一つ一つこう手洗いさせていただいて、はい、乾いてから入れるって感じです、ね。すごい、宇都宮ベース、これ私も頼もう。無農薬でね、土も無農薬で、はい、
お野菜ももちろん無農薬で。こちらが、お、大根。大根。この紫のも大根だけど、何大根？京紫です。あ、こちらが似てるけど赤大根と甲仙大根。なんかさ、こういう形もさ、はい、ちゃんといいよね。自然っていうかさ、あの東京のスーパーで見るとさ、綺麗な形のしかないから。ないもん。ないあれ。何を育ててるの？かわいい。かわいいね。芽が出てきて。何になるのこれ？これ手前が白菜です。ここからね。これも植えたの？これはサニーレタスなんですけど、ようやくこう芽がちょっと出だした。本当だ。大きくなったら畑に植え替える。そして働く龍太さん。はい、一つ目の畑に来ました。のりちゃんと私はちゃんと長靴を履いて、はい、のりちゃん。はい、長靴履いてこれから収穫です。龍太くんの案内で、はい、ここは 何が植わってますか？ここは宇都宮ベースの一つ目の、はい、畑で、はい、今の季節だと葉物、例えばわさび菜とかからし菜とか、美味しいね、うん、大根とかいろんなものが植わっています。いいな、はい、はい、さあ畑に入ってまいりました。株ですね。株のサラダ美味しいよ。ビリビリのやつ入れるの、うん、あ、すごい綺麗。あ、かわいい。ちょっと小ぶりですけど、あの農薬使わずに育ててるから、うんうんうん、このままもうかじれる。うん、すごーい。はい、食べんの。かじってみてください。3、2、1。うん、みずみずしい、おいしい。何これ、うん、取り立てっていうのは、うん、うん、おいしい、うん、なんていうの、変なえぐみが全くない、うんうん、でみずみずしさがふわっと広がって、うん、甘みもあるしね、うん、おいしい、びっくり、よかったです。何これ、うまでももちろんあの火入れても甘くなりますし、はい、ちょっと寒くなった季節は、美味しいね、美味しい。ドレッシングとかいらないから、いらない、皮も塩もいらない、らないよかったですね、よかった。ルッコラおすすめです。ルッコラ大好き。ちょっと味が濃いかもしれないけど、味が濃いルッコラ、味は結構ありがとう。あ、濃いでしょ、なんか濃いっすね、うん、おお、ちょっと味が濃いですね。でも美味しい、結構ね、美味しい、濃くてちょっと苦いけど、そう、美味しい、後から来るね、うん、そうなんです、後から噛むと、うん、最初ルッコラの匂いがして、そこから美味しい。では小松菜を収穫したいと思いまーす。イエーイイエーイ、大げさ小松菜取りますか。じゃあ茎のところ、茎というか根っこのところをプチッと切ってもらうと、はい、お願いします。はい、はい、もうちょっとこう取ってもらう感じで、こういう感じで、ちょっとワシャワシャしちゃってますけど、こんな感じですかね。そうだね、はい、ていうかちゃんとさ、虫食いがあるとこがいいね。まあまあ虫食いはね、ちょっとやっぱり絶対、やこれがさ、美味しい証拠じゃない。うん、育った子がいいよね。そうですね、どの子一個ずつ丁寧にだね。そうですね。待って、どっからどこまでが、これが一つ。一つ。はい。ここ。ここ？の下を。この下。はい。白いところ、結構。これが。はい。あ、これが。そうですね。そこら辺を。プチュと。こんな？あれ、それしか取れてない。あれ？それしか取れてない。なんでだ？ヘタピー、私たち。ちょっとしか取れなかった。もっと太いたいね。しかもなんか2本。そうなの。これはちょっとね、俺ちょっと。この辺。あ、この人。この辺、この辺、この人とか。いいやつとか。この人。これ？あ、この辺。これね。うんうん。これね。この、okay、この人。はい。これの根元を切る。うん。この辺を。もうちょっと下を。そう。この辺を切る。うん。ちょっと。うん。取れたこと。上にこう上げる。あ。
見える。どう？まだちっちゃいこれ。いやでもそんな。いやこんなもん。こんなもんすか。これはね本当に美味しいですよ小松菜。ママです。炒めてもいいし。立派よ立派。なんかさ炒めてもいいしさ。ね。ねねお鍋もいいですね。鍋いいね。今の季節やっぱお鍋のものが多いかなと思うんですね。刃物もそうですし。この子いかが？はい。どうでしょう？はい。下から。いいですね。いいですね。下から。あ、折れちゃった。ここから。これかな？上に。あ、違うね。あ、取れたよ。いい感じ。束的には。いかがですか？おお、でかい。いいね。これはからし菜です。それめちゃめちゃ味濃い濃い後から来る後から来る最初はね最初来ないの後から、うん、まだ平気遅れて来るよ来たあめっちゃ辛遅れて分かった分かった今気づいたさっきのルッコラもそうですけど辛いちょっと辛いですね。これほんとちょっとでいいね、うん、サラダとかだと、ねうんうん、でも炒めると全然辛み収まる。今はやっぱりこれ生で食べてるんで、だからごまと一緒にこう炒めたりしたら美味しそう、うん、さあ次はサミ、はい、はい。ルッコラルッコラルッコラこの手前の子、この手前の子ここに取ってもいいんですかこれ。じゃあルッコラを。はい。これもさっきと一緒で下の根元のところからちょっとチョキンとこう切る感じ。このところ。はい。本当ちっちゃい。今は取りたい分をこうさっきの小松菜みたいな。あ、でもちょっと取ってみる。あ、こういうこと。はい。取れたー。ルッコラ。いい香りなんだよね。こういうこと。あすごいちっちゃいだけど。でまあもっとこうグッといっちゃってもいいですよ。束で。グッといっていい束で、はい。こちらの畑は何が植わってんだっけ？ネギ。ネギだろう。すごい太いね。ねえ。りゅうたくんとは古くて、もう何年ぐらいだろう。りゅうたさ、私とりゅうた何年ぐらいかな、友達になって。10年ぐらいしか経ってない？ 10年しか経ってない。嘘。10年経ったの？小3の。うん、ショート。ショートのパーティーだから、10年じゃない。10年以上じゃない？そうだね、10年ちょっとかね。本当？うんなんかもっと長い気がするね。これね、青パパイヤ。これパパイヤです。これサラダにめっちゃうまいよ。そうだよ、青パパイヤ大好き。こちらが青パパイヤ。まだ、ね、あれだね。あ、でも1個ぐらいは食べれるのかな。まだ早い。あ、こんな風になるのね。いいね。ちょっと青パパイヤ植えたい。